リトアニア人ドイツ軍部隊解説ハッチマールよ。中二病をこじらせた諸君が武装親衛隊について調べていると聞こう考えたことはないのだろうか。おいなんでバルト三国のうちリトアニア人部隊だけないんだよ。ラトビアとかに個も師団作ってんぞと。この動画はそんな聡明な諸君への回答として作られたものである。ただし鵜呑みはしないように。さて答えを最初に示すと、リトアニア人部隊は存在していた。しかしそれは武装親衛隊ではない。1941年にドイツがリトアニアをソ連から解放した際、ドイツ軍が占領する前にリトアニア人自らソ連軍とユダヤ人をフルボッコにしており、都市をソ連から解放し政府の樹立まで突き進んだが、ドイツはこれを解散させ、バルト三国をオーストラント国家弁務管区に編入。この最高峰の治安維持のためバルト三国の人員から警察大隊を編成、このうちリトアニア人大隊も26大隊編成され、約1万3000人がドイツ軍へ加わる。彼らの入隊理由は様々であったが、主にソ連とユダヤ人への悪感情からのものであり、積極的にユダヤ人狩りに参加した。ただ初戦の大損害により前線の維持が難しくなると、これら警察大隊の多くは前線に投入され、著名なものだとヨナス、セマシカが率いる第7警察大隊であり、この大隊は42年末、スターリングラード近郊で包囲されるもハンガリー軍とドイツ軍と共同し包囲を突破、後方の友軍との合流を果たしている。それはさておき人的資源の消耗を補うため、43年より占領地の住民から武装親衛隊管理下の師団を編成する試みが行われ、その多くが実行されたが、リトアニアにおけるそれは完全に失敗であった。43年3月より登録が開始されたが、2週間後までに徴兵所に来たのがわずか77人、そのうち68人は兵役に適していないというありさま。ドイツのメンツは丸つぶれである。この背景として、リトアニア社会ではリトアニア本土防衛のためならまだしも、他国に送られることを辟易としており、また知識人層もこれを盛んに広めた。また歴史的背景としてはリトアニア人の多くは敬虔なカトリック教徒であり、ナチスの宗教観と相入れなかったこと。ラトビアやエストニアのように一次大戦後に初めて独立したわけでもなく、ポーランド、リトアニア共和国として長らく独立を維持していたため国民の団結意識が強かったことも一因である。ともあれ顔に泥を塗られたドイツは知識人46人を強制収容所に送り、大学を閉鎖、さらにリトアニア人には武装親衛隊に入る資格はないと捨て台詞を残した。しかし44年に入るとそんなことも言ってられなくなり、ドイツ側は妥協し本土防衛のためリトアニア領土防衛軍を組織。この部隊はリトアニア人将校によって指揮され、パルチザンとの交戦を命じられたが、当時のリトアニア国内では様々なパルチザンが活動しており、リトアニア人反独パルチザン、ソ連への編入を目指すパルチザン、ポーランド国内軍が闊歩しており地獄みたいな状況であったが、部隊はポーランド国内軍の掃討を命じられ、双方とも別に敵対する理由はなかったがリトアニア人はフルボッコにされた。ドイツはこの大敗で部隊に見切りをつけ、秘密裏に部隊を SS に編入しようとしてが、これに気づいたリトアニア人は脱走逃げ遅れた数百人がドイツ本国に連行される。最終的に部隊は解散させられ、脱走兵は戦後反ソパルチザンとして活動する。一方で国防軍と協力したリトアニア人もおり、彼らは祖国防衛軍という名の部隊を編成。彼らはソ連に対し国防軍に加わって戦うか、パルチザンとして戦うかを協議し前者を選択。ドイツ第9軍と接触し制服と武器の提供を受け、前線に送られる。44年10月にメイメル攻勢が開始されると、部隊は供給されたパンツァーファウストで戦車8両を撃破し戦果を上げるが、ドイツは彼らを捨て駒にするつもりであり約束した援軍を送らず、部隊は突破され撤退を余儀なくされる。リトアニア全土がソ連の手に落ちると、部隊の半数パルチザンとして森に潜み、残りはドイツへ渡り防衛線の建築に協力した。ここまでがリトアニア人部隊の概要である。結局のところ武装親衛隊には明確にリトアニア人部隊と見られる部隊は存在しない。ただ他の国でも同じ事例があるように、自ら志願して入隊したリトアニア人も少数いると推測できる。終わり、平定。